ご覧いただきありがとうございます。今回はフットボールチャンネルの記事で上がってますヨーロッパ1年目の日本人選手の現状についてですね、取り上げた記事、こちらについてお話ししたいと思います。はい、でまずはですね、本命の本間紫苑選手ですね、アルビレックス新潟からクラブブリュージュへ完全移籍した本間紫苑選手なんですけども、まあ、現在セカンドチームで試合に出ていまして、今のところセカンドチームでの出場はリーグ戦3試合で、出場時間が合計71分、今のところまだ0ゴール0アシストという状態でして、で、まあ、このセカンドチームですね、このチームの年齢でいうと15歳から19歳で編成されたチームになってまして、で、まあ、本間紫苑選手は22歳なので、まあ、チームの中でいうと、まあ、かなり年長者の分類に入るということ で、かつですね、このセカンドチームの選手はもうほとんどですね、プロのキャリアがない、まあ、選手が多い中で、まあ、本間選手ですね、まあ、2種登録含めますと5年のキャリアもありますから、まあ、このプロキャリアも含めて、まあ、かなりチームを牽引する存在だというところなんですけれども、まあ、今のところですね、セカンドチームでは目立った活躍ができていないと、ちょっとあまり試合にもなかなか絡めてないというような、まあ、状態なんですけれども、まあ、おそらくね、このクラブブリュージュも、まあ、J2 の日本人選手で、かつまあ日本代表の経験がない本間紫苑選手を大金をかけて完全移籍で獲得してますから、まあ、かなりの評価が高い上での獲得ですから、まあ、このあたりもね、大事に考えてセカンドチームへの起用、まあ、このクラブ NXT というクラブブリュージュのセカンドチームへの起用、まあ、ゆっくりね、この成長を見守ってるとは思うんですけれども、まあ、個人的にはですね、早く、うん、一部でプレーしてほしいなというのが正直なところでして、まあ、というのも、まあ、当然、まあ、2部と1部ではね、やっているサッカーも違うっていうのももちろんあるとは思うんですけれども、あの久保建英選手が、まあ、18歳で FC 東京からレアルマドリードに移籍した時も、まあ、1年目はですね、レアルマドリードのセカンドチーム、まあ、これ実質3部リーグなんですけども、まあ、ここで1年プレーするべきだというような、まあ、地元紙の見方が強かったんですけれども、まあ、結果的にはですね、まあ、ラリーが1部の、まあ、マジョルカへレンタル移籍しまして、まあ、ここで大活躍して今のキャリアが築けていますので、うん、なので、まあ、まずはね、セカンドチームで活躍してからみたいな見方もあるかもしれないですけれども、まあ、そこは早く、うん、一部に上がって、まあ、クラブブリュージュもね、これからチャンピオンズリーグ控えてますから、まあ、どんどん選手の入れ替えっていうのもね、必要になってきますから、ぜひここは、うん、まあ、一部でプレーするところを早く見たいなというのが正直なところですね。はい、で続きまして小川亮也選手ですね、 FC 東京からポルトガルのギマランイスへ移籍しまして、レンタル移籍で加入しているんですけれども、今のところリーグ戦では0試合出場がまだないというふうな記事だったんですけれども、実際にはですね、先日カーザピア戦で後半36分から途中出場しまして、リーグ初出場を飾ったということで、この試合ですね、国本貴弘選手という、先日韓国のチームを飲酒運転で、対談して、でポルトガルのこのカーザピアへ移籍した国本選手が初ゴールを、この試合で決めまして、ちょっと日本人対決を制したというような試合だったんですけれども、ね、小川選手リーグ戦ではこのカーザピア戦が初出場にはなりましたけれども、ヨーロッパのカンファレンスリーグの予選では4試合出場、先発出場してましたし、クロアチアの強豪の、ね、ハイドゥク・スプリット相手には1アシストしまして、残念ながらチームは予選敗退してしまったんですけれども、徐々に出場機会は出てたところなので、リーグ戦もこれから増えるんではないのかなと、ただね、チームではこうライバルの19歳エウデル選手っていう選手がいるみたいで、この選手がちょっとずっと継続的に開幕から起用されてしまってますので、このあたりね、カンファレンスリーグも予選が敗退してしまって、出場できる試合が少し減っていく中で、どれだけ、チャンスを与えられるかっていうのが課題かなというところですね。はい。で、続きまして、上田綺世選手ですね。はい。
まあ、ベルギー一部の、クラブブリュージュ、セルクルブルッヘですね、失礼しました、セルクルブルッヘに移籍した上田綺世選手なんですけども、まあ、リーグ戦は6試合出場してまして、出場時間は474分ということ で、僕もこの試合ちょこちょこ見てたんですけれども、まあ、開幕戦ねトップ下で使われたりとか、まあ、あったり、まあ、チーム自体が結構ねロングボール主体で、まあ、フィジカルゴリゴリなので、なかなか上田選手にボールが入らないという結構厳しいチームに来てしまったなというふうに見てたんですけれども、まあ、このリーグ戦6試合出場にかなってですね、ズルテワレヘム戦、先日あったこの6試合目で初ゴール上田選手決めまして、やっとねベルギーで初めてのゴールを決めれたということ で、このズルテワレヘム戦がですね、まあ、ゴールもそうなんですけれども、まあ、上田選手6本シュート打ってまして、まあ、このシュートもかなり、他にも惜しいシュートがいくつもあったりとかですね、あとはね上田選手ポストプレーもこの試合かなり良かったので、まあ、本人もねリーグ戦の後に、まあ、チームへの適応がかなり終わりつつあるという風なインタビューがあったんですけれども、まあ、本当にねそう感じれるぐらいかなりチームにも適応できてきて、まあ、結構ねボールも入ってきてましたし、まあ、本当にねこのゴールを足がかりにねどんどんゴール量産できるんではないかなというふうに、はい、そんなふうに思ってます。で続きまして、渡井正樹選手ですね、はい、徳島ボルティスから、ポルトガルのボアビスタに加入しまして、今のところリーグ戦は2試合出場で、出場時間は合計14分、0ゴール0アシストという状態なんですけども、まあ、このチームボアビスタがですね、開幕前にあの選手登録禁止処分を受けてしまいまして、まあ、チームのですね、新加入選手、この新加入選手のリーグ登録に関するちょっと禁止処分があったので、渡井選手この影響を受けまして開幕戦から2試合出れてなかったんですけれども、まあ、ただですね先日負けはしましたけれども、まあ、強豪ベンフィカ戦にもですね後半86分から出場しまして、まあ、結構ねスペースへの動きがあったりとか、まあね、短い出場時間ながらでもですね、まあ、結構いいプレーっていうのは随所に出てましたので、まあ、どんどんねここから出場時間増やしてほしいなというところですね。まあねポルトガルリーグもあのスポルティングに移籍した森田選手の影響もあって、僕もちょっとちょこちょこ試合見るようになったんですけども、本当にね強豪ポルトの試合であったりとか、かなりスタジアムの雰囲気もいい中でプレーができるので、まあ、ぜひねここからどんどん、出場時間出場機会ですね確保していってほしいなと思います。はい、で続きまして、湘南ベルマーレから、ベルギーのコルトレイクに移籍しました田中聡選手ですね、はい、まあ、のスタンダールリエージュ、こちらもベルギーの強豪のチームを相手にですね先日後半から初出場しまして、まあ、45分プレーしたわけなんですけれども、まあ、現地紙からかなり絶賛されてまして、まあ、同じねベルマーレの出身の遠藤航選手ですね、まあ、同じボランチですからこういった選手になってほしいなという期待がかなり強いですね。ただねコルトレイカーの先日監督が解任されてしまいまして、まあ、田中選手に影響がなければいいんですけれども、まあね、ベルギー本当に日本人選手バンバン増えてますので、僕もちょっとチェックして、試合を見ていきたいなと思います。はい、で特に記事では触れられてなかったんですけども、まあ、最後個人的に取り上げたいなと思うのがこの前田直樹選手ですね、はい、名古屋グランパスから、まあ、オランダのユトレヒトにレンタル移籍してたんですけれども、はい、以前ですねあのアヤックス戦で新天地初先発したところ、まあ、開始8分にスライディングタックルを受けまして、まあ、左足の硬い骨折という大怪我を負ったんですけれども、初デビューで大怪我をしてしまってというところなんですけれども、まあ、来年6月いっぱいまでレンタル延長が決まりまして、本当にねこの延長も嬉しいですし、ぜひね、出場してどんどんね活躍していってほしいなと思います。はい、ということで今回は以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いいたします。